んにちは、ロコティリポーターの沼田です。本日はここ香取市にあるみんなのにぎわい交流拠点であるコンパスというところに行ってみました。本日オープンでございます。そして今日は一緒にこの館内を紹介いただける方を、ご紹介したいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは。香取市出身のうおちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、うおちゃん、はい、先ほどの政府活動は滞りなく行われて、よかったです、無事。はい、駅前でですね、そうですね、線路の方が近くにあって、はい、ちょうどですねちょっと1分くらい止まりましたけど、そうなんですよ、うん、またタイミングよくですねテープカットの際にもうカン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 ね、よかったです。もう本当にお祝いを、うん、しているかのごとく、はい、電車の方も通りましたね。そうですね、よかったです。はい、順調で、そうですね、うん、はい、それでは早速ですけれども、はい、中の方に行って、案内していきたいと思いますので、うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。マスク着用してくださいね。マスク大丈夫です。マスクバッチリです。あー、やっぱり新しいこう建物の匂いがしますね。しかもあったかい。あったかい、外が寒かったですもんね。最高です。はい、うん、あ、こちらですね。あー、このコンパスの以前の跡地ですね。これね、セミアあるじゃないですか、はい、もうこれちっちゃい頃行ってました、中学の時。そうなんですね、うん、そうそうそう、じゃあちょっと思い出がある感じの、ずいぶん新しい建物になって、うん、そうですね、うん、はい、あ、上もあそこはどこになりますか ね上はまたじゃあ後でぜひご紹介をお願いします。そうですね、うん、ここの建物はですね、地上1階から4階までの建物になっているということで、はいはい、一つ一つ、見ていきたいと思います。ぜひお願いします、はい、では早速ですね、はい、まずではカフェラウンジの方から、うん、はい、行ってみたいと思います。あ、はい、あ、こちらですかね、はい、メニューもたくさん豊富です、うん、こちらのメニューは全館持ち込みかということですので、素晴らしい、はい、どのスペースでも持ち込んでいただいてご利用いただけるということです。はい、こちらは児童書家となっております、はい、いや、小さなお子さんがね、こう、いるスペースなので、うん、靴を脱いで入れるということでですね、はい、だいぶ広いスペースになっております、うん、こちらは読み聞かせだったりとか親子で参加できる教室とかも開催される予定でございます、はい、ですね、大型遊具の方がありまして、生き生き広場がありますので、そちらも行ってみたいと思います、はい、さあ、こちらあれですね、本だけじゃなくて、あ、遊びもあるじゃないですか。遊びもがいいですね。これ大人も楽しそうですね。大人もそうですね。行きましょう。お子さんがね、歩きやすいように結構段差も、確かに低めな、低めですね。わー、すごい開放感ありますね。これはいいですね。これは遊び場所たくさんある。わー、カラフルですごい綺麗ですね。ボルダリングもありますね。そうですね、うん、ボルダリングもあって、はい、結構大きな、身長もね、うん、高いので、確かに確かに、こちらのスペースは、小学校2年生の、はい、お子さんまでが、うんうん、利用できる施設となっております、はい、一時預かりルームもあるということで、はいはいはい、ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう、はい、一時預かりが助かりますね。ですね、多分ね。あ、すごい、結構広いですね、はい、あ、かわいい、おもちゃもいっぱい、ね、たくさんあります。かわいい、あ、いいですね。あ、これ乗っちゃっていいですか。これ乗れそうですか。あ、行きます。行きますか。55キロいけます。55キロいけます。あ、柔らかいですね。めっちゃ柔らかい、うん、これはお子さんがぶつかっても大丈夫ですね。確かにいいですね、はい、そして柔らかい柔らかい、ようちゃんのね、大きさでも大丈夫、大丈夫です、丈夫さが、はい、いけます、あります、はい、それでは、はい、行きましょう。すいません、すいません、遊んでて、すいません、はい、じゃあ次は図書館の方に行ってみたいと思います、はい、行きましょう。はい、こちらが、はい、図書館になっております。
生き生き広場とね、うん、隣接しているということで、はい、こちらあのお家の方はねあの本を読んで、うん、お子さんをこちらに遊ばせてということも可能ということですね、はいはい。こちらの図書館は、佐原町図書館、移動してこちらに、なったということで、はいはいはい、こちらがですね、カトリスペースということで、はい、伊能忠敬の、はい、ああ伊能さん、はい、はい、ご存知ですか。ご存知でおりますご存知でおります。はい、なんかね、あの、はい、50歳過ぎてから地図を自分の足で、はいはい、作ったというね、なるほど、偉大な方ですよ、はい、うん、地図を作った方ですね、はい、歩いて作ったのすごいですよね。はい、じゃあ次こちら行ってみましょう、はい、次は、郷土資料というところですね、はいはいはい、こちらは、香取市の、情報が詰まっている本がたくさん、うん、すごい、はい、ありますね。これはすごい、わ、古いから本当にたくさんありますね。佐原町、はい、佐原町、あ、佐原町、佐原町、ね、そうなんですよ、4つがね統合して香取市になったんです。あ、はい、そうですね、はい、たくさんあるのでね、ありますね、はい、うん、気になるところからね、すごい、うん、見ていただければなというふうに思います。はい、はい、じゃあちょっとあちらの、あ、はい、行きましょう、はい、こちらが椅子ですこちらが椅子ですお、はい、図書館のね、はい、中央には、真ん中ですね、こちらにはねこういった感じで本を読んだりとか、はいはいはい、お勉強したりとか、ね、うん、っていうスペースがありまして、うん、両サイドにもですね同じように椅子と、はい、いいですね、壁際にあるのがいいですね。いいですね、うん、じゃこちらから行ってみましょうか。はい、はい、あ、先ほどのここは入り口ですね。そうですね、案内の入り口、ここから見てください、この足椅子足椅子、それは足ありますわ、はい、ちょっと座ってください。あ、いいですか、わかります、このゆったりスペース、いいですね、これ快適式ですね、うん、はい、これ長時間利用する方にはね、疲れなくていいのか、これはいいです、これ本当になんかスムーズな回転で、いいですね、うん、どうですか景色の方は。景色、あ、これさっき見た場所じゃないですか。あ、そうですね、うん、入り口のところですね。そうですね、さっきの写真館とか、写真展か、窓もね、うん、ガラスで開放感があって、うん、すごい、はい、そこね、反対側にもありまして、はい、あ、はいはい、はい、だいぶあの窓がね、たくさんあるので、すごい光が、あ、そうですね、うん、いいですね、明るい、明るいですね、うん、確かに確かに、はい、まあ、本読んだりとか、うん、まあ、お勉強したりだったりとか、はい、っていうところでね、はい、はい、ご利用いただけるのかなっていうふうに思います、うん、はい、はい、では続きまして3階の方に行ってみたいと思います、はいはい、3階の方は、研修室、うん、和室、というところですね、はい、ちょっと覗いてみたいと思います。はい、お願いします、はい、3階の方に到着しました、はい、地図がこちらですね、うん、はい、学習室があって市民ダイニング、まあ、研修室が3つあって、まあ、和室が3つあるということで、こちら和室はですね、8畳と 12.5 畳がこちら、2番3番であるんですけれども、つなぎで使えるそうなので、ぜひね、あの大きく、あの人数ね、たくさんでも収容できるスペースになっておりますので、うん、まあ、お茶だったりとかそういったところで、あのご利用いただけるのかなっていうふうに思います、はい、こちらの、市民ダイニングなんですけれども、こちらは、まあ、クッキングルームということもありまして、料理ができる、はい、施設となっております、はいはい、では気になるこちらのまず学習室の方を紹介していきたいと思います。はい、はい、それでは行ってみたいと思います、はい、はい、こちらが学習室となっております。わあ、広いですね。あ、広いですね。あ、いいですね。またまた、これまた。こちらの、分かれてるスペースは、はい、まあ、29席あるということで、うん、はい、隣のですね、こちらは長テーブルの方ですね、うん、はい、合わせて58席あるということで、だいぶ入れますね。そうですね、うん、で、ちなみになんですけど、こっち、はい、なんと電源がないんですけど、お、電気ついちゃいます。すごい、電気ついちゃいます。見やすいですね。ね、そうそう、 LED なのかな、はい、LED みたいな電気詳しくないけど、はい、LED みたいなのがついてますね、はい、そうですね、うん、やっぱり勉強スペースはね、はい、明るく照らしていただいて、うん、うん、はい、こちら の、 あの利用するにあたって、うん、2階の、はい、総合受付の方で、あの受付をしていただいて、あの利用していただくっていう形になるそうです。わかりました、はい、時間の方がなんと10時まで。おお、10時、結構、結構ですよ ね、 すね、はい、大体こう一般的には6時までとか、うん、まあ、やっても7時ぐらいまでなのかなっていうふうに思うんですけど、はい、やっぱりね、駅地下っていうこともあって、うん、あ、そっか、
はい、そうですね、まあ、終電前か、そうですね、うん、終電前とかだったりとか、はいはいはい、あとは電車の待ち時間ところで、ああ、はい、調整で確かに、はい、お勉強もできるっていう形で ね、利用していただけたらなっていうふうに思います、はい、こちらのスペースは無料となっておりますので、はい、ぜひね、あの一人でも多くの学生さんに利用していただけたらなっていうふうに思います。ぜひ、はい、それでは続きまして4階の方に行ってみたいと思います、はい、4階は音楽練習施設とまたテラスもあるというところで、はい、ちょっと気になっておりますので見に行ってみましょうか。行きましょう、ぜひ、はい、はい、こちらは屋上レンタルスペースとなっております。いいですね、あ、すごいですね、いいですよここ、あ、寒い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 、もうちゃん見てください、あの山が見えます。筑波さん。筑波さん、いいですね。階段もね。天気がいいから。そうですね。はい、こちらの屋上レンタルスペースの方はですね、はい、ぜひあのイベント等であのご利用いただいて、うん、こちらの景色の方もね、ぜひ楽しんでいただけながらあのご利用していただければと思います。はい。はい。こんにちは、あ、どうぞどうぞ、ありがとうございます。はい、はい、それでは皆さんご存知かと思いますが、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、香取市長の伊藤智則です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。それでは特別に今回あのインタビューの方をさせていただきたいと思います、よろしくお願いします。はい、それではこちらのコンパスなんですけれども、こちらどんな思いで作られたかお話しいただけますか。はい、香取市が合併してから様々な公共施設も含め老朽化してきました。それにプラスして人々が行き交う交流拠点、この2つをしっかりとマッチングさせて対応できる施設、このような施設が欲しいなと思ってですね、みんなでアイデアを出しながら今日のオープンを迎えることができました。ありがとうございます。こちらね、複合施設ということもあり、本当にたくさんの施設があるんですけれども、まあ、どんな方にも利用していただきたいというのもあるかと思うんですが、ここはぜひというところをあの市長さんの方からお話しいただけますか。はい、まさに私たちが今いる空間が生き生き広場、子どもがまさに遊べるスペースであったり、訪れた方が一時預かりを子ども預けられるスペースもございます。そして多機能にわたる図書館の方もですね、気軽にこの貸し出しができるようになっておりますので、そういったところが広く受けるといいなと思っております。はい、そうですね、あの子連れの方にもね、たくさんの方に利用していただけたらと思います。はい、それでは最後にあの来館する方へ一言お願いいたします。はい、本日オープンしましたこのコンパスの施設、多くの世代の方々に、そしていろいろな人々のニーズに応えられる交流拠点となると思います。ぜひ一度お気軽にお越しいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは市長さんありがとうございました。はい、それでは1階の方に戻ってまいりました。はい、1階から4階までね、はい、あのたくさんの施設を見てきました。ね、はい、いかがでしたでしょうか。僕はですね、キッズスペースと、はい、あと学習スペースが、はい、いいなと思って。そうですね、キッズスペースもすごく広くてね、うん、あのカラフルで、はいはい、あと静かなところもね、学習スペースの、はい、ここもいいなと。そうですね、はい、ぜひね利用していただきたいところではありますね。はいはい、こちらのコンパス複合施設ということもあり、本当にたくさんの施設がありました。ぜひあの気になっている方は一度足を運んでいただければと思います。はい、駐車場も3時間まで無料ですので、ぜひご利用ください。はい、以上みんなのにぎわい交流拠点コンパスからでした。皆さんもぜひ足を運んでみてくださいね。バイバイ、またね。